カニエ町立学校小学校は愛知県天郡カニエ町にある公立小学校。1979年4月にカニエ町立カニエ小学校のマンモス効果を解消するために開校した。カニエ町に学校という地名は存在しないが、この学校周辺の一帯をこのように呼んでいたためである。学校の東側にはカニエ町役場、カニエ町中央公民館、 蟹江町体育館などの公共施設が集まっている。愛知県小中学校市によると、児童数の変遷は以下の通りである。1986年度から裸足教育が行われており、運動場での活動は裸足を選択することができる。校内でも裸足を選択することができ、上履きとして畳表の草履を履いて生活することもできる。 屋内外ともに裸足を強制されることはなく、屋外では靴を、屋内では他校でも使用されているバレーシューズを履く児童もいる。裸足教育を行うことから、年に数回は全児童が参加する運動場の石拾いを行っている。全国的に見て裸足教育が珍しいことから、かつて校内の様子などがテレビで取り上げられたことがあり、当時の放送内容を収めたビデオが、 校内に保管されている。ビオトープが2000年に完成。生き物との触れ合いに活用されている。2002年に学校敷地内南側の近くに完成。田植えなど稲の成長を授業に活用している。1986年に都市部の公立学校では、珍しく、小規模ではあるが、学土の森が登場。ホタル育成を行うようになってからは小川ができた。 ありがとうございます。